にこの選挙戦いろんなことありましたけれども、ここにおられる皆さん、あるいはまだお家にいらっしゃる皆さんはじめ、この間お支えいただいた皆さん方と勝ち取った勝利だと思ってます。本当にありがとうございました。この4年間皆さん方にバッジをつけさせていただいて、都政に正論をテーマに戦ってきました。時に辛いこともありましたし、時に世の中でテレビでやってることやワイドショーで言ってることとは真逆のことを言ってきた中でも、本当に私のことを信じてここまでお支えいただいた皆さん方の、本当に皆さん方のおかげで当選させていただいたと思ってます。問題は今東京全域の選挙結果が発表されてますけれども、決して私たち自民党が評価をされているという結果ではありません。でもこの墨田区の皆さん方は自民党を前面に出して、逃げることなく泥をかぶる背負う政策を前面に出して私を押し上げていただきました。4年前の選挙の時よりも今回の議席というのは重く感じてます。この使命をしっかりと果たして、私がこの選挙戦で訴えました、東京を一つにしてコロナを乗り越えて、そして山本区長と連携して墨田区から夢と希望と光を全国のどこよりも早く打ち出していく、そのために全力で働かせていただきます。どうか皆さん、この先もお支えください。本当に